力強いスパイクです。コースも良かったですね。竹地が決めています。これはレセプションが乱れます。バックアタックになりました。しっかりとアライがバックアタック決めてきました。いや本当にいい選手が出てきて育ってきたって感じはしますよ ね、 そうですね。全く1年生なんですけど、1年差先生僕がないですよね。本人はそれもなんかちょっと自覚しているようで、はい、なんかチームに馴染んでますなんて言ってましたけどね。もう一つ、これはシャットアウト、石川が飛んでいました。これでもきっちりミドルも、ね、しっかりと水野選手の横の動き早いですから、はい、いい壁になってますよ、はい、そうですね。あっとこれはネットを叩いてしまいました。タッチネットがありました。まだ中央もう中央のリズムで進んではいるものの、うん、はい、ちょっとやっぱりミスっていうのは出てきますの で、 そ、 です、ね、そこを大事にやっぱりつけ込んでいかないと、はい、東海ちょっと苦しくなりますよね。ここチャンスですよ。そこを使っていきます。18対14。さばきはどうですか。よくブロックを見ていましたよね。落ち着いて。ただやっぱ東海の方はとにかくミドルが、まあ、ちょっと何も決まってないから使いにくいのか、うん、レセプションも入っていないことも多少あるんですけど、はい、サイドサイドなので真ん中が機能してくるともうちょっと楽になりますよね。これはアウトになりました。ワンタッチはありません。逆に中大の方は非常にミドルを意識した、はい、山下選手攻撃でパターン作ってますよね。そうですね。これは後々効いてくるのでいいと思いますよ、はい、アウトのジャッジちょっともったいないかな。そうですね。ここでと、タイムアウトは中央大学松永監督が取ります。キャプテンが最後取り急ぐなという一声をかけました、うん、松永監督はもう周りを歩いているだけで間を取りましたね。もともとやっぱり中大学ね、大学のバレて、うん、もう選手がどんどん自分たちでコミュニケーションを取って意見を言うという形でね、はい、いいと思うんですけれども、やっぱり中大学どうしてもこう強いので受け身になる瞬間というのがやっぱり今大会あるので、うん、はい、やっぱりこういうところですよね、大事なのは。さあこれは綺麗に返っている。速攻を使っていきますが、あっとアウトだ。これ3本ミスかな、全部 ね、 ね、アウトですよね、ブロックも触れてますし、1枚だったり、いい環境なんですよ、はい、ベストなコンビでないとしてもこのミスっていうのが非常にもったいない。そうですね。これで同点に東海大学追いつきました。そういう時には石川でっていう感じでしょうね。やっぱり決められないとセッターというのは悩みますのでね、はい、ただそういう時に他にいるぞという駒がいっぱいあるのが中大でもありますね。そうですね。その石川のサーブです。速攻は拾われています。ナイスプレー。うまいプレーになりました。竹地です。ここで東海大学の小澤監督が今度はタイムアウトを取ります。あれ開けて込みでどこでも使っていいから、しっかり黒まで頑張る、はい、で1個向こう行ったらもう形しっかり竹地球を飛んでないから高さで上からやらなくてしっかり形作って相手みたいな外出そうと思ったんです。
いや、まだ走ってこい、走ってこい、まだまだまだ走るよ、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 走るぞ、走るぞ。まあ、去年は決勝で中央大学に敗れました。その前はといいますと、実は準々決勝で、まあ、今の4年生が1年生の時、2年生の時ともに中央大学に負けているというのが、ね、はい、東海大学ですからね。あの、だからどのチームもそうなんですけれども、うん、最後は中央大学に勝って終わりたいというのが、ね、あの、どのチームも目標にしてたところですよね。はい、もう一本、これは、ブロックかけた、もう一本レフトから大竹のブロック、そのままアンテナに当たりました。うまく、ね、高いブロック、ね、利用してますよね。20対19、さあキャプテンの小野寺のサーブ、ネットを越えましたがアウトになりました。そしてここで中央大学は竹内がピンチサーバーに起用されます。3年生です。ネットに近いところワンハンドのトス、ブロックフォローができません。なかなかあのミドルのクイックっていうのがちょっと東海ね取ってないんですけれども、サイドでなんとかね決めてるってところですよね。そうですね。そしてここで12番の佐藤がコートに入ります。ブロック強化というところもあるでしょう。もうとにかくメンバーすごく変わってきますよね。でスタートの形もこれ昨日はなかなか使ってなかったパターンだったりしますの で、はい、そうですね、この例えば新井選手にしても、うん、オポにするのか、あるいはサイドにしていくのかということを含めてね、これからいろんな可能性を、ね、探りながら育ててほしいですよね。そうですね。そして島田がコートに戻りました。東海大学です。直接帰ります。アタック、ナイス。そのバックアタックに3枚飛んだんですけれども、その横を抜けていいところに落としていきました新井です。本当にあのさっきもちょっと話もしましたけど、はい、もう馴染んで、そしてチームのもうすでに中心になって ね、うん、そうですね。でもあのその環境をさせてくれる先輩方に本当に感謝したい、うん、だからやっぱり勝って恩返しをしたいんだって彼は言ってましたね。そうですね。まあ、小澤監督もやはり4年生、特に小野寺のやはり姿が、はい、姿勢が下級生を本当に引っ張ってきたんだというふうにも言ってましたけどもね、はい、そうですね。小野寺選手が新井選手と、そしてあの伊藤選手とね、うん、一緒の部屋で25番のね、はい、すごくそこでこうコミュニケーションを図って、うん、仲がいいんですよなんてね言ってましたけれども、これはダイレクトで帰ってきた石川を使います。さあこれで中央大学がセットポイントを握りました。キャプテン竹地のサーブ、アウトです。わずかにアウトになりました。さあそして横田がコートに入ります。4番の神谷がコートから出ました。この横田も4年生です。うまく落としていきました。これで第1セット25対22、中央大学がまず取っています。